いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。あやまりです。えっ、ー、と、コーチングの中でですね、今回は趣味のゴールについて、えー、っと、お話してみたいと思います。えー、まあ、どうしてもですね、コーチングを学び始めて、えー、まあ、自分のですね、経済的な課題をクリアするとかっていうことで、目的、そういった目的ですよね、仕事とか、えー、キャリアとか、 ファイナンスを何とかしたいっていう、えー、そういう目的でコーチングにたどり着く方非常に多いんですけれどもまあそうやって例えば企業経営者の方もそうなんですけれどもなんとかこうビジネスを、えー、立て直したいとかですねあのどんどんこうビジネスをうまく展開していきたいというような形で売上利益のとこばっかりこうどうしても目が行きがちなところを、えー、止まっちゃかせば、うん、趣味の頃ラ何かあるかなってこう えー、考えてみるといいよっていうふうにあの教えてくれるわけですねこれはどういった意味があるかといったらお金とか仕事とかその辺にこうロックオンするとですね強烈にすこトマが働いてですね本来見えるものも見えなくなってしまうだからこう緩めてワ、えー、ントゥーで、えー、趣味のゴールですねやりたくて。 でややりりたくててしょうががない誰が止めてもやり続けるゴールそしてお金を稼ぐわけじゃなくて逆にお金を使っていく拒否していいくくしとですよね。うと、ん、そして誰,にの誰の役にも立たないというような趣味のゴールをどんどんあの実践していくことによってですねやっていくことによってなんと仕事のすこトマが外れていく、うん、ファイナンスのすこトマが外れていくっていうことにもつながっていくということで。 これは割と企業経営者にはよくやるあのパターンで我々は学んできて展開してきてるわけですけれどもこの趣味のゴール自分自身もです非常にあの当初意識してましたどうしても仕事の方に行ってしまうんですね頭が何とかしなきゃいけないみたいな感じになっちゃうんですけどそうなるとやっぱりこう視野が狭くなるし抽象度も低くなるので もう完全にやりたいことをや徹底的にやる趣味のゴールを考えるっていうことですね。特に今自分がまあいろいろやってますあのい <laughs> ろんな領域に趣味のゴールをたくさん作ってやってるんですけれどもえー、っと今日はですね音楽の話をしてみようかなと思うんですけどねまあ自分自身音楽は中学の時にあの えとアコースティックギターフォークギターから始まってエレキギターそして高校になってエレキギターとあとはバンドを組んでたんで、えー、とベースもやってましたでまあバンドメンバーでこう順繰りに交代しながらもともとギターをやってたんでベースもギターもまあやってたんですけどもねだから場合によってはあのギターをやったりとかで友達と交代して友達がベースをやったりとか。 でまあせっかくだからドラムを叩きたいよねって言って教えてもらって1曲2曲ぐらい叩けるようになったりとかあとは、まあ、キーボードもですねあの、まあ、シンセサイザーみたいなものも、えー、ちょっとこう1曲ぐらい弾けるようになりたいなっていうことで練習したりとか、まあ、そういうのを楽しみながらやってたんですよね。特にあの先生について学んだというよりは、えー、とこう見よう見まねで楽しみながら音を流しながら。 えやってきたみたみいな感じで非常に楽しかったんでそれはそれで良かったんですけどもえとしっかりと音楽学んでみたいなと将来まあその時です高校生の時は将来はピアノとかあとまあ管楽器とかやってみたいなってぼやっと思ってたんで大学に入ったらえとどうしてもサックス吹きたかったんですよね。何んの理由だったかよく分かんないですけども自分の中でどうしてもこの音色が好きでですねサックス楽器を。 やるんだったらもう大学の時にやっとかないと <laughs> その後社会人になったらなかなかこう基礎からできないだろうということで普通管楽器っていうのは中学ぐらいからやる人が多いのかな中学高校ぐらいからやる人が多いですね吹奏楽とかで、えー、トランペットとかサックスとか、まあ、いわゆるトロンボーンとかそういうものも含めてですけどうんまあどなんか自分はすごく遅い方ですよね圧倒的に大学生から始めて えー、基礎的なその音を出すところから始めてで、まあ、大学の時はですね、まあ、ジャズ犬か吹奏楽かどっちでもいいんですよね自分の中では楽器をきっちりと基礎からみっちりとあの吹けるようになるってことが目的でそしたらまあ吹奏楽は、えー、とプロの本当に、えー、日本トップの先生が教えに来てくれてたんでもう迷わずそちらを選んで。 えー、やりましたでここはですね音楽はそれまでは自分が見よう見まねであのやってたところ、まあ、ギターもそうですけどねギターベースなんかもそうですけどところがやっぱりプロに学ぶと違うなっていうのを感じましたね当たり前ですけどね。えー、っときちんとこう基礎的なところから教わってで圧倒的にやっぱりこう何て言うんでしょうね楽器のこう えー、習熟度が速いんですよ <laughs> 自分というのもなんですが、周りも含めてですけどねそれはやっぱり日本トップクラスの,あの先生が、えー、と教えに来てくれるわけですからそれはまあ毎月1回のそのレッスンが非常に楽しくてですね、まあ、盛り上げてくれるんですよね。で まあ、最初は本当に音が出るか出ないかところから始めてでもすぐ音が出るようになってで音階練習とかですねロングトーンとかいろいろやるわけですけど基礎的なところで最終的にはですね、えー、大体あの日本のトップクラスのそういうプレイヤーっていうのは海外に留学された方が多くてまあドイツで学びましたみたいなね音楽大学からその日本の音楽大学卒業して。 ヨーロッパの音楽大学に行ってみたいな方も多いわけですけれども、やっぱりヨーロッパで身につけてきたそのなんですかね、クラシックも含めてポップスとかいろんなこうジャンルを超えてですね、音楽の作り方みたいなものまで最後は教えてくれたんですよね。非常にそれはあの楽しかったし、まあ音楽の世界が広がったと。 いう自分としてはですね、えー、まあ、趣味で <laughs> あのギターから始めたあの音楽だったんですけれども、うんと管楽器、まあ、サックスですけれどもそれを通してですね、音楽の世界が一気に広がったなぁと思います。音楽のこの聴き方とかですね、演奏のその裏側にこういうことを考えてるのか、奏者はこういうことを考えて音をね、あの音楽をやってるんだ。 っていうこととをすすごく深く深学ぶここがでできてですねこれはあのラッキーだったなというふうに思いますだからまあ自分の中では趣味としてです、ね、音楽はいまだにギターも,あのも定期的に、えー、っと遊びで鳴らしてますしまあまあサックスもですね定期的にやってきてるわけですけれども、まあ、その頭の中でいつも鳴らしてる感覚ですねイメージトレーニングはいつもやってるギターにしてもサックスにしても。 <laughs> そういうことをやり続けてるわけですけどもやっぱり何があの自分の中でポイントかっていったらその、うん、日本トップの、えー、っと音楽家にですね楽器を通して音楽を学べたことが大きかったなと思うんですね。 これは何においてもそうかもしれませんけれどもしっかりと自分の中にこう知識だけではなく体感として取り入れることによって学びを深めていくっていうのは、えー、っといろんな領域であると思うんですね。武道なんかもそうですよね、えー、っと道場に通ってもうずっとこう、あのー、稽古をつけてもらってそして気が付いたらあの「君も黒帯だね」って言われて。 でレベルがどんどん上がっていってその段位をもらってっていうことを、えー、やる文化が日本の中にまあ世界もそうですけど、えー、特に身近なところで我々の中であるわけですよね柔道とか空手とかあとはまあ今自分の近いところで言うと古武術なんかもそうですよね、えー、そういうところは全部師匠について、えー、っともう定期的に稽古してそして、えー とこう師匠が「そろそろ黒帯だぞ」って言われたら「ありがとうございます」って受け取ってで更新の指導に当たるみたいな、まあ、そういうものっていうのはえっと身近なところで実はいっぱいあるんだけれども情報型の今ネットで調べれば何でもこう学べる時代になった時に人から人に学ぶっていうところが割とあの少なくなってきてしまってるというかですね直接場を共有して 先生からしっかりと学ぶ機会っていうのはすごく少なくなってきてるまさにこのコロナの中でいうと本当にそういう場が少なくなってきてるなっていうふうに感じるんですよね。これはえー、っとどんどん何て言うんですかね、えー、時代が進んでいったとしてもここだけはあの変わらずやっぱ場を共有してそして師匠からきちんと学ぶ先生自分が先生だというふに、えー、の慕う そういうう師匠とかですねそういった方々から直接学んでいくっていうのはやはり今これからもますます重要性は逆に言うと高まってくるんじゃないかなというふうに思ってます。でまあ,あの特に趣味趣味ってさまざあ,あるんですけど必ず先生から学ばなきゃいけないということではないにしてもですね特に自分は音楽を通してそれを体感してきているので。 やっぱりですね、えー、と今で言うと YouTube とかね、あの動画で見て学べるっていうのは確かにあるんですけれどもやはりプロの,あの音楽家を目の前にして音を聴くとかですね、体からこう鳴らしてる感覚とかっていうのはやっぱり動画では分かんないんですよね。 だそういったものはやっぱりどうしても場を共有するっていうのは、まあ、いわゆる音楽でいうとライブですよねライブ感っていうのはですねあのこれからますます自分は大切になってくるだろうなと思うんですねということで、えー、と趣味のゴールの中であえて今日はあの音楽に絞り込みましたけれどもまさにこういうところですね自分の中にきっちりと知識とかを積み上げる えっと本だけで学べる知識ではなく、さらに一歩踏み込んだ非言語の部分をしっかりと落とし込むためには、やはりこう師匠なる人ですね、自分が尊敬できる人を見つけて、その人から徹底的に学ぶ、そして場を共有して学ぶということが、これからますますあの重要性が高まってくるんじゃないかなというふうに感じる、今日この頃。 で、まあコロナの中でそういう場を共有することがなかなか厳しくなっているとは言いつつもですね、コーチングなんかもそうですけれども、えっ、ー、と、どんどんオンライン化にはなっていると思います講座なんかは、あの、オンラインでもできるかなと思うんですけど、ね、やっぱり1対1のパーソナルコーチングのセッションは、えっ、ー、と、場を共有することを、えー、すごく重要視してます。えー、もちろん、あの、半年間で5回、6回ある中で、 えー、何回かオンラインでやるにしても、えー、と、そうですね、えーまあ、半分以上はリアルで <laughs> やりたいと <laughs>、やるということを、あのー、やっぱり推奨していってます。実際、その3回のセッションのそういう講座もありますけれども、えー、と2回まではリアルで、1回はオンラインでっていうことは、あのー、可能にはしてますけれども、できるだけ、えー、とリアルな、 あのコーチングセッションというものをすごく我々は重要してるんですよということを、えー、と今一度あのここで確認していただければいいんじゃないかなと思います。えっ、ー、とまあ趣味の話からですね、えー、と音楽の話に行ってでまあ師匠から学ぶということのその意味合いですよね無意識から無意識に体から体にあとは何ですかね えー、言語化できない非言語の部分みたいなところもしっかりとここで学ぶかどうか学べるかどうかっていうのはあのとても重要なんじゃないかなというふうに思います。なかなかか言語化しづらいんですけどね、えー、ということで、えー、と今回は、まあ、楽しみながら <laughs> 趣味のゴールをぜひ設定してですね、えー、まあその中でもですね 先生からら学べるもののいうのを見つけたらですね、徹底的にそこは深掘りするためには、えー、誰かあのいい先生を見つけて、えー、直接学ぶというそういうチャンスをつかんでみて、えー、見ていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回は、えー、趣味のゴールな話をさせていただきました。今回は以上でです。ワクワク様でした。